どうも、ご視聴ありがとうございます。彼岸花の咲く夜にパート10、あ、じゃねえや、21ですね。やっていきたいと思います。まあ、前回で、ついにね、まあ、4章を終えたので、投稿しましょう。4章を終えて、はい、今回この5章、ハメルンのカスタネットをね、やっていきますね。まあ、4章はだいぶ短くね、なんだっけ、作之進さんが出てきて、ミチルちゃんが出てきてぐらいでしたね。まあ、なんていうか、霊能力を信じてもらえずに、っていう、ことで起きた事件を、まあ、なんとかね、マリエさんがね、解決してくれたんで、まあ、今回は、この第5話、やっていきたいと思います。じゃあ、はい。さ、どんな感じでしょう。ハメルンっていうのは、確かなんか、なんだっけ、なんか音楽的な、あれだった気がするんですけど。午前8時50分。普段なら登校してきた生徒たちは、まっすぐ教室に向かい、修行のベルと共に担任が入ってくるまでクラスメイトたちとのおしゃべりに盛り上がる。そんな時間。しかしこの日のこの時間は少し様子が違った。かなりの数の生徒たちが校舎に入ろうとはせず、校舎裏にあるうさぎ小屋の前に集まっていたのだ。ああ、これの話か。ちょっと思い出しましたね。悲鳴を上げる子。呆然と立ち尽くす子、近くの排水溝に嘔吐する子、なんで？どういうこと？目の前の光景に対し、彼らが取った行動は実に様々だった。なんで嘔吐すんのよ。しかし、よくよく観察してみれば、彼らの瞳の奥に同じ色が浮かんでいることが分かっただろう。それは好奇の色。息を呑んで目を、見開く男子生徒も、友人同士で身を寄せ合い、今にも泣き出しそうな女生徒たちも、実は同じことを思っていた。何の話してるか全然わかんねえ。これってなんかすごい。こんなにも残酷な光景を見るのは彼らにとって初めてのことだったからだ。ドラマでもアニメでもましてや漫画でもない。現実世界で。しかも自分たちが毎日通う学校で。異様だね。何やってんの？小屋の中は一面の赤黒い血の海だった。うわ。耳を力任せに引きちぎられたウサギ。グロ。尻尾、前足、後ろ足、鋭利な刃物か何かで、胴体から全ての器官を切り取られたウサギ。何それも。バカじゃないの。小学校でなんでそんなことが起こるんだよ。全身が紫に変色するほど殴られ、短い手足がありえない方向に折り曲がっているウサギ。残酷という言葉がぴったりと当てはまる、この上なく、凄惨な光景だった。しかも何匹かのウサギはそんな状態であるにもかかわらず、まだ生きていた。血を流し、震えながらも弱々しく息をしていた。しかし、誰一人として手当てをしようとする生徒はいない。いや、とか、できないよね、そんなこと。手当てなんて言われても。いくら幼い彼らでも理解していたのだ。どんな処置をしたところでこのウサギたちは助からない。いや、こんな状況で助かってしまったら、その方がよっぽど悲劇だということを。どうせ生かされるならってことか。苦しいならってやつ。騒ぎを聞きつけ、職員室から教師たちが駆けつけた。彼らもウサギ小屋を覗き込むと、一様に青ざめて絶句したが、かろうじて平静を取り戻すと生徒たちに教室で待機するよう指示を出した。しかし子供たちがいなくなってからも教師たちはしばらく動けず、そりゃそうだよな。惨殺されたウサギたちをただただやいたしく見つめ続けた。その時、小屋の隅で、あ、くめ、小屋の方の隅、小屋の隅の方で何かが動いた気がした。そこにはウサギたちが掘った穴があった。はあ。その中から恐る恐るこちらの様子を伺うように一匹のウサギが顔を出したのだ。おう。不幸中の幸いだな。教師の一人が呟いた。誰がやったんだ。すると、それが合図かのように穴の中から次々にウサギたちが現れた。うわ、すげえな。多少足を引きずっている者もいたが、どのウサギたちも大きな怪我はしていないようだった。赤い血の海の中を動き回る真っ白なウサギたち。何とも現実離れしたその光景に、再び言葉をなくす教師たち。なんでそんなことになってんだか。しかし、不意にその沈黙を破り、一人の若い教師が疑問を口にした。恐る恐る。だけれども、あまりに素朴に。うちってこんなにたくさんウサギ飼ってましたっけ？ああ、数が多いの。それまた怖いね。生きているウサギとウサギの死骸。その合計数が彼らが飼っていると認識していたそれを上回っていたのだ。
逆にまた違う怖さが出てきたってことか。午前9時20分、さっきから30分後か。2組の担任であるなんだ、猪俣か。猪俣は教室に向かいながら、うさぎ小屋の件を生徒たちにどう説明すべきか考えていた。不意に先日聞いたあるニュースを思い出す。隣町の小中学校で、予算カットのため動物の飼育小屋をすべてなくすことが決まったという内容だった。ああ、なるほどね。餌代やら維持費を節約するために、子供たちが動物と触れ合う機会を取りやめるなんて随分とケチくさいな、と、その時は思った。しかし今になって思う。予算カットというのは建前だったのではないだろうか。あれはこういう事態に備えてのことだったのではないだろうか、と。なるほどね。物騒な時代だ。子供たちの心もすさんでる。全くその通りだ、と思いますね、この世界の人たちは。動物を飼うことが上層教育の一環になると信じられた時代は、すでに遠い過去の話なのかもしれない。今の時代もどうなんだろうな。そういうのあるのかな、動物を飼ってる小学校とか。うちもまあ、鶏いたけどな。あのうさぎ小屋はどうなるのだろう。何匹か生き残っていたとはいえ、あの小屋であのまま飼育を続けるのは難しいのだろうな、と思う。うさぎの死骸を全部拾い集めても、なんだろう、むごたらしいかな。血を洗い流しても。あの腐った肉のような匂いや、むせ返るような鉄の匂いは、多分なかなか落ちない。まあそもそもあのうさぎ小屋の近くに、近づく生徒は少なかったしな。うさぎなんて珍しいものでもないし、わざわざ職員室に鍵を借りに来てまで触れ合おうとする生徒はほとんどゼロに近かった。それは猪俣や他の教師たちも同じで、小屋の中を覗き込むことすら滅多になかった。鍵を借りに来たのはうちのクラスの飼育員の生徒だけだ。いつも無表情のあの子。学年でもトップクラスの成績を持つあの男子生徒。ああ、頭いいんだ。さっきうさぎ小屋を囲んでいた集団の中にあの子はいたのだろうか。いたとしたら、さぞショックを受けたことだろう。教室の前までたどり着き、猪俣は立ち止まった。教室内からガヤガヤと騒がしい話し声が聞こえる。マジですごかったんだぜ。違うそう。ドボーってそう。興奮して語る生徒たちの声を聞きながら、猪俣はため息をついた。先生のグラフィックはないんだな。まもなく警察も来るだろう。どの程度の扱いになるかはわからないが、テレビでニュースも流れるかもしれない。地方紙には大きく取り上げられるだろうし、PTA との緊急集会も開かれるはずだ。まったく、なんだって昨日からこんなに問題ばかり続くんだ。昨日もなんかあったんか。昨日、猪俣のクラスの生徒が行方不明になった。誰？しかも同人4人。なるほど。もうなんとなく、察しが。夜遅くになってそれぞれの親から、また学校から帰ってこないと連絡が入ったのだ。普段から学校をサボることが多く、何かと素行の悪い生徒たちだったので、猪俣は正直そこまで心配はしていなかった。いやいや。いや、さすがに家にまで帰ってこなかったら心配した方がいいんじゃないか。いくらそこが悪いとは言えど。しかし、一晩明けてもまだ見つかっていないとなると、さすがに楽観視はできなかった。ふーっと、もう一度重いため息を吐いて、猪俣は教室の扉を開けた。生徒たちがおしゃべりをやめて一斉にこちらを向く。最前列に座っていた生徒と目が合った。毎日予測外に通っていた飼育員。なんだこれ。蓋なんて読むんだこれ。あ、書いてあるわ。二兵光は、相変わらず無表情だった。二兵って読むのか。ああ、片目隠し系イケメン男子じゃん。猪俣は改めて教室を見渡す。一つ、二つ、三つ、四つ。うさぎの事件の影に隠れてしまったが、昨日から行方不明になっている生徒の席は、依然空席のまま点在していた。二兵光はその無表情っぷりにふさわしく、とてもおとなしい生徒だった。しかしクラスでの彼の様子を見ていれば、性格的にもおとなしいというわけではなく、誰も口を聞くクラスメートがいないということに気づくはずだ。光には話し相手がいない。ぼっち多いなぁ。もう。つまり友達がいない。で、旧校舎の女子トイレから聞こえてくるんだってさ。その話懐かしいな。そこの人。どうか哀れな私の話を聞いてくださいって女の声が、女の子の声が、
え、男じゃないの？なんか男の悲鳴や絶叫が聞こえるって。あはは、死んでもなおそんなことやってんのか、あの人。だから、それはメソメソさんにたたり殺された先生の声で、なんで知ってんだよ。帰りのホームルームが終わった後、教室の隅でクラスメイトたちが話をしていた。すぐ近くにヒカルが座っているのに、会話に混ぜようとする気配は全くない。それどころか視線にすら入れようとせず、ヒカルの存在を完全に無視していた。こんな奴は最初からいない。そんな態度だった。ヒカルはさっさと教室を出たかった。学校はもう終わったのだ。自分をまるでいないものとして扱う練習と一緒にいるのは苦痛でしかなかった。おお、もうわかるわ、そういうの。だが、帰ろうとしたヒカルは、自分のカバンがあまりにも軽いことに気づく。わ、中身何？取られた。教室箇所やノートは、ホームルームが始まる前に全部閉まったはずなのに。机の中やロッカーを探していると、ついさっきまで徹底してヒカルを無視していたクラスメイトたちが、いつの間にか話すのをやめてニヤニヤとこちらを見ているのが目に入った。はい、クイズ。またかよ。そう思ってゴミ箱を見に行くと、案の定ヒカルの教材道具は全部そこに投げ込まれていた。ご丁寧に給食の飲み残しの牛乳がまんべんなくかけられて。牛乳飲み残すなよ、バカが。飲めちゃんと。ぐっしょりべったりと汚されたそれに、怪我されたからね。自分の名前が書かれていることを認めるのは、それだけで苦痛だった。教科書はともかく、ノートは捨てるしかないだろう。先週同じことをされて買い替えたばかりなのに。なんとも言えない悔しさと情けなさが込み上げてきて、一瞬視界がふるっと揺れる。ヒカルはうつむいたまま、しばらく顔を上げなかった。クラスメイトたちが自分のことをじっと見ているのを感じたからだ。そのままの姿勢で深呼吸をし、唇を噛んでいつもの無表情を作る。そうしてゴミ箱から教科書を拾うと、牛乳にまみれた教科書をそのままカバンの中に突っ込んだ。家に帰るまでこのカバンを開けることはないだろう。学校の中で教科書を洗って乾かしている惨めな姿なんて誰にも見せたくなかった。もうこんなんばっかりですね、この学校。その場から逃げるように教室を出る。扉を閉めると同時に大げさなほど下品な笑い声が聞こえてきた。ヒカルはもう一度唇を噛みしめる。そして教室に背を向けて歩き出す。一刻も早くウサギ小屋に行きたかった。この学校で唯一自分を慰めてくれるあのウサギたちのところへ。動物はね、やっぱ癒しになるからね。でも血まみれ事件が、おー、ウサギだ。お待たせ。みんな元気だった？ウサギ小屋の扉を開けながらヒカルは話しかける。その顔はさっきまでの無表情が嘘のように、正気に満ちていた。声も随分と上機嫌な様子だ。背負っていたカバンを小屋の隅に、の方に放り投げる。ドサッという音とともに、乾いた土が舞い上がる。その音に反応したのか、穴に隠れていたウサギたちが顔を出した。穴に隠れるってすごいね。赤くて大きな目。ピンと立てた耳。愛らしい仕草。体はあちこち土で汚れているが、そんなものは少し払ってやれば真っ白になる。ヒカルは飼育員だ。2組の飼育員はウサギ小屋の世話が割り振られており、毎日は世話をあげなければならないし、週に2回は小屋の掃除もしなければならない。他の委員や係と比べてもかなり大変なため、みんなから敬遠されてきた役職だった。今学期が始まった時、ヒカルは他のクラスメイトたちにこの役職を半ば強制的に押し付けられたのだ。まあやっぱりそんな感じか。しかし結果的には良かったと思っている。このウサギたちに会えていなければ、ヒカルの学校生活は本当にどん底だったんだから。またたたまにされちゃったよの音。ウサギに手を伸ばし、そっと触れる。短くて柔らかい毛の感触が指に心地いい。そんな高いものじゃないけどさ。こんなにしょっちゅう捨てられるんなら、もう授業のノートなんか取らないでやろうかなって思うよ。そうだ。ノートなんか取らなくたって、テストでいい点くらい取れる。ああ、だってトップクラスって言ってたもんね。ヒカルは頭がいい。クラスの誰よりも頭がいい。ああ、頭がいいからなんか、煙たがられてる感じなんかもしかして。クラスメイトたちもそれを知っている。二兵ヒカルはおとなしくて頭がいい。だから腹が立つ。謎理論すぎるわ、これ。だからいじめられる。謎すぎる。謎三段活用って感じだ、これ。理不尽だろ、そんなの。本当だね。ヒカルの持ち物が捨てられ始めたのはいつからだったろう。全教科で100点を取って先生に褒められてから。お、すごいな。好意からみんなにノートをまとめるコツを教えてあげたから。
俺何が原因だったのかはわからない。もしくはそれら全部の積み重ねだったのか。とにかくある日を境にヒカルは調子に乗ってると陰口を叩かれるようになり、調子に乗ってとかちゃんと努力してんだから別にいいだろ、お前が頑張れよじゃあって話だよな。やがてそれは無視にかかり、持ち物がゴミ箱に投げ込まれるようになった。うわ、なんで僕が、本当だね、ひどいものだ。口の中だけでそうつぶやくと、ヒカルは近くにいたウサギに手を伸ばし、そっと抱きしめた。柔らかくて温かい。その体温をもっと感じたくて、抱きしめる腕に力を込める。心を溶かすような温度が、腕を通して伝わってくる。怖い怖い。おお！なんで僕はこんな目に。さらに力を込める。おいおい、それ、あかん！さらに力を。さらに。ああ！ぐえっと、ウサギの口から奇妙な音が漏れた。今やウサギはヒカルの腕の中で苦しそうに暴れている。我の腕の中で眠るがいいみたいな感じだった。だがヒカルは話そうとしない。うわぁ、クズだこいつも。ウサギがもがく様子をずっと見つめ、さらに力を入れて体全体を締め上げる。締め上げるの好きな人多いな。マリエもそうだったもん。ウサギが首をブンブンとすごい勢いで振り、ピンと立った耳がヒカルの顔にペシペシと当たった。からウサギを睨みつける。何やってんの。うわ。そして片手でウサギを掴んだままこう高々と持ち上げると、隅で固まっていた他のウサギたちの上に思い切り投げつけた。うわ。投げられたウサギはぐったりと仰向けになり、他のウサギたちはパニックになって小屋の中を駆け回った。ああ。おいおい、死んでふりなんかするなよ。このくらいもう慣れっこだろ。でもやばい人間しかいねえなこの世界。大丈夫、動物はこのくらいで死んだりはしない。何しろ毎日やってるのだ。どこまでなら大丈夫かちゃんと加減は心得てる。うわぁ、ストレス発散してんのかそれで。やばい、ああ。つま先で倒れているウサギを蹴り上げな、うわぁ、ああ。ヒカルは感謝する。これ、本当に、やばいよな。動物好きな人からしたら、これちょっと、やばい。この話やばすぎるな。このウサギたちがいてくれて本当によかった。飼育員になって本当によかった。こいつらとの遊ぶ時間がなかったら、いじめの日々に自分はどうにかなっていたかもしれない。かろうじて起き上がったウサギが穴の中に隠れようとした。だがヒカルはその後ろ足をわしのように掴み、無造作に引きずり戻す。うわ。遠ざけられたウサギは、また這うようにして穴に向かうが、穴にたどり着く直前で再び引きずり戻す。それを何度も繰り返す。あいつら、手は出さないんだ。後ろ足をひねるようにして引きずりながら、ヒカルは無表情のままでついていく。教材はするし、靴は隠すし、体操着は破くし、掃除当番も班の仕事も全部僕に押し付ける。そういうことをするのは全然平気なくせに、絶対に殴ったり蹴ったりはしてこないんだ。殴らない、蹴らない、体に跡を残さない。ヒカルはそれを心底軽蔑する。もしヒカルが自殺をしたら、きっと彼らはこう言うだろう。自分たちはいじめなんかしていません。あいつに手を出したことなんて一度もありません。一度も。一度も。ふざけるなよ。彼らには本当にヒカルをいじめているという事実がないのかもしれない。あ、実感がないのかもしれないか。だとしたら許せなかった。ほんと許せえな。殴ってみろよ。蹴り飛ばしてみろ。な、知ってるか。何でも持ち物がなくなるあの絶望感。親に靴をなくして言い訳をする時の情けなさを。あれが暴力じゃないなんて絶対に言わせない。目に見える傷をつけなきゃ実感できないというなら殴ればいい。本当だよな。歯を折ればいい。顎を割ればいい。どれだけ自分が傷ついているかは彼らに分からせるためには、な、進んで袋叩きにされたかった。殴ってみろってんだ。発揮するように言って掴んでいたウサギを金網に投げつける。それはダメだよ。なんでそれをやっちゃうんだよ。ガシャンと派手な音がするが、彼の心を慰めはしない。ヒカルは実感している。自分はこのウサギたちをいじめている。抵抗できない、泣くことすらできない小さな動物を毎日毎日虐待している。ひどいことをしている。それをよく分かっている。でもそのひどいことがたまらなく心地いい。お前もやってること変わんねえぞ。それをきちんと認め、実感しているのだ。ヒカルはもう一度掴み上げようとウサギに手を伸ばす。こんにちは。お、誰？唐突に声をかけられ、ヒカルはビクッと振り返る。あー、マリエじゃん。まだ見えてんの？見ると、ウサギ小屋の金網の向こうに、小柄なメガネ姿の少女が立っていた。
見られた？ウサギたちと戯れる至福の時間を？というか誰だこいつ、とっとと消えろ。そんな感情がそのままヒカルの目に浮かんだのだろう。少女は萎縮してしまう。ごめんなさい、いきなり声をかけて驚かしちゃったね。そう言って取り繕うように笑う。いつの間にそこにいたんだろう。ヒカルはこの小屋でウサギたちと遊ぶときは常に誰かがやってこないか警戒している。ウサギ小屋の中からは校舎の昇降口も校庭もすべて見渡せる。誰かがウサギ小屋に近づいてきたらすぐに気づくはずだ。そんな見渡せる場所でやってなんでバレねえんだ逆に。だが少女の接近には今まで気がつかなかった。ヒカルは立ち上がり、少女の視線からウサギたちを隠すように間に入った。何か用？ああ、金網の向こうにいる、ちゃんと。無表情を崩さずにぶっきらぼうに答えたが、内心はかなりドキドキしていた。ウサギとの戯れを見られたかもしれない。ヒカルは改めて少女を観察してみる。地味で目立たない顔つき。同じクラスにいても名前を忘れられてしまいそうな、ぼんやりとした雰囲気の女の子。彼女と会うのもこれが初めてなのかどうかさえ自信がない。たとえ以前会話したことがあったとしても、おそらく自分は覚えていないだろう。そのくらい少女の存在感は希薄だった。まあ、幽霊ですから。このウサギ小屋に人がいるなんて珍しいですね。ここにウサギ小屋があるって知らない人も多いみたいだし。動物好きの少女がたまたまウサギ小屋に人の影を見つけて近寄ってきただけのように見えた。それを察し、ヒカルはとりあえずほっと息をつく。先ほどの自分の行為を見られていたわけではないようだ。どうかな？そりゃ。その安堵を気を許してくれたようにでも勘違いしたのか。少女は愛想笑いを浮かべながら小屋の中に入ってくる。どこの誰だか知らないけれど、自分だけの聖域に土足で踏み入ってくることが許せない。何言ってんだよ。それに、下手をしたら明日からもひょこひょことここへ通い出すのではないだろうか。ふざけるな。ここは僕だけの聖域なんだ。お前みたいな、見るからにウサギ以外に友達がいなさそうな奴が、のこのこ来ていいところじゃないんだ。もうブーメランめっちゃ刺ってっけどな、頭に。そんな光の居中になど、少女が気づけるわけもない。しゃがみ込み、一人ホクホクとウサギを撫でている。怯えないで。ふふ、本当に可愛い。好きなだけ撫でたらいい。ただし、もう二度とここに来るな。想念を送ったところで届くわけもない。どうかな。ヒカルは小さな苛立ちを思いながら、少女の背中を食い入るように睨む。あれ？この子怪我してるの？おお、何？その席に触るな！少女がウサギの怪我に気づいた瞬間、ヒカルは少女の後ろ襟をつかみ引きずり倒した。突然の乱暴に怯える少女の顔が、いつもウサギたちが見せる表情に似ていて、一層彼の感情を弾けさせた。出ていけ！ここは二組の飼育員以外立ち入り禁止だ！二度と来るな！出ていけ！少女は目を白くらさせて怯える。そりゃそうだよな。自分がどんな過ちを犯したのか理解できないとでも言う風貌だ。あ、風な顔だか。何も犯してないしさ、別に何も。許しちゃうから出て失せろ！二度と僕の正規に近づくな！ごめんなさい、ごめんなさい！私、何かした？何か悪いことをしたなら謝るから、ごめんなさい！少女が見せる、おろおろとした、怯えた瞳。僕の手から逃れようとわめく、ウサギたちのそれと重なって、無性に腹立たしくなる。なんなんだよ、お前！こんなところに一人で来て！友達いないのかよ！お前もな！どうせクラスでいじめられてて一人ぼっちなんだろ！お前もな！感情のままに怒鳴りながら、なんて自虐的な言葉だろうと耳も痛くなる。しかしその少女にその言葉はあまりにも後をいていたらしい。表情が悲しみと驚愕でぐにゃりと歪む。どうして自分がひたすらに隠していたいじめられっ子だという秘密が見破られたのか。自問してるに違いない。会いに来るな。僕にはよくわかるんだよ。そしてこの感情は同族嫌悪さ。で、嫌悪だ。ああ、その歪めた表情、イライラする。さっさと出て行け、このブス。人間に相手にされないからって動物なら相手にしてもらえると思ったか？お前のあさましい考えなんて耳なんだよ。全部自分のことを言ってるよね、ほんと。分かってんだよ、いじめられっ子なんだろ。悔しいんだろ。でも何もできないんだろ。だから動物なら相手にしてもらえるって思ったんだろ。お前みたいなやつ、ウサギも誰も相手になんかするもんか。出て伏せろ。
二度とここには近づくな、近寄るな。この足元の土くれを拾い上げ乱暴に投げつける。そこには誰もいなかった。少女から目を離したのがは足元の土くれを拾うためにかがんだ一瞬だけだ。なのにその一瞬を境に少女の姿は消えていた。辺りを見渡すがどこにも姿がない。隠れる場所などあるわけもない。文字通り霞のように少女は消え去ってしまった。なんだよこれ、まるで幽霊。その通り。まさか妖怪。その通り。どこの学校だってそうだろうけど、この学校にも七不思議、いや最近八不思議になったらしいが、というものがある。その中の階段には一人で遊んでいる生徒に話しかけて神隠しにしてしまう、みたいなのが混じっていたりしなかったっけ。そう、まだ全然ね、七不思議分かってないからね。目の前にいたはずの少女が瞬時に消える。ただそれだけのことなのに、光の背中は冷たい汗でびっしょりだった。まさかだ。はっ、いるわけないよね妖怪なんて。自分が鬼太郎みたいな顔見方してるくせによく言うな、そのセリフ。光は土くれで汚れた手を払う。なんだか興ざめしてしまった。今日は帰ろう、そう思い入り口の扉に手をかける。その時だった。そんな寂しいこと言わないでよ。背後からいきなり声をかけられ、光は思わずひっと声を悲鳴を上げた。振り返るとそこにはおかしな服を着た長身の青年が立っていた。あー、どうしよう、ちょっと時間確認していいですかね。はい、確認しました。いい時間ぐらいなんで今回ここで終わらせてもらいますね。まあ、あのね、二瓶光くんが今回の主人公ということで、まあ、第5話進めていきますんで、次回の夜もよろしくお願いします。じゃあまた、お会いしましょう。お会いしましょう。さよなら。